ビデオカメラのデータ復旧を行いました。東京都葛飾区のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは JVC エブリオ GZHM570。 ビデオカメラの電源は入るのに液晶画面が真っ白で何も表示されないという状況です。データ復旧処理を行い、7時間48分の動画データ 100% の復元に成功しました。